はい、皆さんこんにちは。中学3年生ですね、数学ちょこっとだけ確認していきたいと思います。今回ちょっと解の公式をさらにですねちょっと難しいバージョンになっちゃうんですけれども、ルートの中しっかり、計算していきましょうねっていう内容になります。 4x2 乗 -5x-6=0、 ね、解の公式 x=2a分の -b+-√b2 乗 -4ac ということですよね。これに当てはります。はい、そうすると x=2×4分の -√-5の2乗 -4×4×-6 と、まあちょっと当てはめてすっごい細かい形で書くとこういう形になります。で、とりあえずですね、ルートの中はまだちゃんと計算してないんですが、それぞれの括弧とか事乗とか、やってもらいますと x=8分の5±√25+96、ここまでこんな形で出ます。はい、そうするとこの後どうするのっていうと x=まず中身足し算ですよね。8分の5±√121、前回まではおそらくここら辺で、もう計算終了って形になってたんですけど、今回はこの121っていうのが分けられます。そうすると x=8分の5±11っていう形になるんです。はい、そしたらば、これプラス11の時とマイナス11の時と計算ができます。そうするとどういう形になるのかっていうと、x=8分の16、ね、5+11ですね。それとマイナス8分の6っていう、こういう形が出てきます。そしたら約分ですね。はい、こちらの方が、1でいきますね。で、こっちは2で、こっちが、2、4が8、2でやっちゃったことね、3ですね。はい、ということなんで x=こちらは2、それからマイナス4分の3という形で出ますので、こんな風に出してもらえるといいですね。こちらの方は x=x=っていう形の書き方でも全然大丈夫です。はい、そしてもう一問、こちらの方ですね、2x2+4x+1=0、 x=、こちらの方がマイナス2だからマイナス4になりますね。プラスマイナスルート4/2 -4×2×1という形、はい、整えますと4/-4±√16-8って形になりますので、はい、やはりルートの中計算しましょう。 x=4/-4±√8。はい、そうするとやはりこのルート8が分けられます。 x=4/-4±√2、ね、はい、そしたらは約分ですね。ここの3つの整数が共通な数字で約分できるんだったらやっちゃって OK。 3つ揃わなきゃダメね。はい、それなんで2でいきます。1、まあ、正確にはマイナス2ですね、2という形になりますので、はい、こちらの方ですね、しっかり式を整えますと x=2/-2±√2という形になります。ルートの中は当然計算できませんので、ここだけは気をつけておいてください。はい、というわけでですね、ちょっとすいません、今日2本だけになっちゃうんですけど、ちょっと時間がなくなってね、取れなくて申し訳ないです。今回このルートの内容をまず最初確認、解の公式ですね、失礼しました。解の公式の内容を確認しましたので、ぜひその下の問題もですね、塗り替え13番あります。もう一度ねチャレンジしてみて、くださいということですね。はい、ではですね、また次回、もうちょっと今日月曜なんで明日になっちゃうんですが、また次回お待ちしております。ではまた、じゃあね。